型紙を使って作る飛び出すピアノカードの仕組みです。A4 上質紙110キロを使っています。まず白い鍵盤と黒い鍵盤の周りを切り取ります。次に鍵盤を横向きに置いたら、このようにボールペンでなぞります。なぞった部分を折ると四角い筒のような形になります。黒い鍵盤の方も同じようにします。黒い鍵盤は一つずつ分かれていますから、これを切り分けていきます。ピアノになる黒い画用紙を半分に折ります。中心がわかるように色鉛筆で印をつけておきましょう。ピアノ型の曲線を描きます。描くのが難しい子どもたちのためにボール紙で型紙を用意しておきましょう。切り取ったら中心の部分で反対向きに折ります。そして白い鍵盤のこの何も書いていないところ、ここに糊をつけます。ぐるっと四角く糊をつけてください。そしてこの端っこの部分が中心にぴったり合うように貼り付けましょう。ここがずれているとうまくいきません。貼り付けたら今度は鍵盤を戻して細い部分に糊をつけます。ギリギリのところにしっかりと糊をつけましょう。これで2つ折りにして貼り付け、そっと開くと白い鍵盤が飛び出してきます。次は黒い鍵盤です。一つずつ貼っていきます。白い部分をこのように合わせて貼ったら、端っこののりしろの白い部分にまたのりをつけて、向こう側に押し出すようにして貼り付けます。これを繰り返します。これで黒い鍵盤と白い鍵盤が飛び出す仕組みができました。これに外回りの台紙をつけます。カーブの部分に糊をつけて真ん中に合わせて貼り付けたら、反対側の四角い部分にも糊をつけて貼ります。これで仕組みが出来上がりました。ここに飾り付けをしたりメッセージを書いたりしていきましょう。